よろしくお願いします。えリウマチ医の平野です。えー、今回は、第65回日本リウマチ学会 JCR2021 で発表する内容を紹介いたします。タイトルは、初心関節リウマチ患者におけるコスト症々理解及び治療介入の調査であります。えこれは、以前も、もうちょっと症例数が少ない状態で、 発表してるんですが今回症例数を増やして発表したというものです関節リウマチの患者さんはあ一般人口と比べてコスト少々になる割合が多いと大きいと言われておるわけでありますが1当家でも毎年新しく初心で受診される方がいます えーまあ、そういう方については患者さんに説明して、えー、同意されればコスト少々の検査も行って同時に行うようにしております、まあ、ほぼ、まあ、あまり拒否する方はいませんので、えーまあ、100%近くやっているということであります、えーまあ、初診といっても 全くこれまで、えー、どこにもかかってない、つまり、まあ、リウマチになりたての人もおれば、あー引っ越しなどで当地に来られ、もともと一定の治療をされていた方もおられるわけでありますが、まあ、それらについても分けていろいろと解析をしてみました。 関節リウマチ RA は中高年女性に好発しまして主樹の関節外症状を合併することが知られております RA 患者は TNFα や IL6 などの炎症性サイトンが高いことこれが高いと破骨細胞の機能が更新することが知られております あるいは、まあ、最近はだいぶ減ってきましたが、それでも、グルココルチコイドを投与されている方がいて、その場合、このステロイド性骨粗ト症が加わってきます。あとは、膝などが痛いなどで、あまり歩かないということで、あまり歩かないと骨に体重がかかりませんので、そういったことで、人の体は、 コスト少々になることが知られております。あとは女性が多いわけですので、えーまあ、自然に閉経を迎えて、閉経後コスト少々が併発してくるというようなことも考えられ、えーまあ、結果としてコスト少々の合併率が高いということになります。一般的にコスト少々というのはものすごく たくさんの患者さんがいて、日本では1200万人とかいるとされるんですけども、まあ、あ,あまり痛み、まあ、骨折を起こすまで別に特別痛いわけじゃないですし、あまりですね、えーまあ、患者さん自身がよっぽど、うん、意識が高く、まあ、病院に行くとか、まあ、検診を受ければ、あそういうコスト少々だということがわかりますが、 まあ何もそういうことでないと、まあ、病院に行って調べもしませんし、あ,けあ,、えー、あとですね、まあ、骨折を起こした後、コスト少々の検査をして、まあ、あ必要であれば治療した方がいいんですが、まあ、そういうこともですね、えーまあ、医師の認識不足や、あ,あるいはあ保健所もですね、えー、リハビリ入院してしまうと、 コスト症状の薬物治療をすると病院が損をしてしまうといったような社会医療費的な問題もありまして、まあ、結果的に非常に治療されていないコスト症状が多いことが分かっております。ですので、まあ、RA の OP についても同様のことが危惧されます。 我々は2020年の日本リウマチ学会において初心 RA 患者におけるコスト症症罹患と治療介入の実情を後ろ向きに調査し報告しました本研究では症例数を増やして再調査を行いました症例は豊橋 RA データベーストラットのデータを使用しました 2017年1月、2020年8月に10日を初診され、RA と診断された症例の中で、初診から3ヶ月以内に骨密度 BMD 計測が施行された180例を対象としております。調査項目としては、検討対象の BMD 骨密度は、腰椎 LS、大腿骨筋部 TH、 大腿骨系部 FN の3当所で,す10日で初めて RA と診断された RA 未治療群103例、まあ、これが遺留まちになりたての人と思ってもらえばいいですがと他の施設ですでに RA 診断や治療介入が施行されていた RA 基治療群77例に群分けしました。 患者背景と BMD 評価のみのコスト少々罹患率、パーセントヤムが70%以下ですが、あとは10日受診前後のコスト少々治療介入率の比較を、とあとコスト少々のリスク因子解析を行いました。えーまあ、コスト少々の診断は骨密度だけでするわけではなくて、 つ体、えー、骨折の有無や脆弱骨折の有無というのも入るんですが、今回は骨密度だけでやっております。患者背景ですが、全例180例では、まあ、この列になっております。そして RA 未治療群と基治療群はこうになっておりまして、まあ、年齢は65.7歳で平均ですけれども、女性が72.8%。 そして、えー、RA 未治療群の利病期間は平均で1.1年、RA 基治療群は9.3年と、まあ、ここで大きな差があります。あと、お差があったのはあ、ステージの3、4で、えー、やはり、えー、基治療群では、そういった関節赤いが進行した人は50%でしたがうん、未治療群では12.6%。そして、機能障害が進行している方は、 しかし、まあ、基地療分の方がちょっと多いですが、有意差はありません。で、プレドニゾロンを投与されていた、初心時に投与された方は、こちらも当然ゼロですが、基地療分では約40%おられました。えー、骨密度で、えー、下がったかというと、これは T スコアを書いてありますが、T スコアで、えー、評価して、まあ、あ トータルヒップの BMDT スコアが未治療群ではマイナス1.0でしたが、基地療群ではマイナス1.4ということで、えー、統計学的優位差がありました。フェモラルネックは、えー、一定の差はありますが、統計学的には優位差なしとで。S 代については、疾患活動性については、むしろ未治療群の方が高いということであります。 年齢は両群差がありませんので、まあ、あ年齢的な要因というのは、この差にはないということであります。腰椎のコスト消傷率、パーセントやむち70%以下ですが、前例で179例ですが、6.7%。 未治療群と基地量群を比べると未治療群の方が多く9.7%こちらは2.6%でした、えー、まあ統計学的にはピ、まあえーチ0.061で優位差はなしということであります女性と男性で見ますと女性の方が7.7%男性4.1%ですが まあ女性の方が率が多かったんですがこちらも統計学的には優位差なしということでありますトータルヒップの骨密度は、えー、腰痛に比べると頻度が多く16.1%前例で16.1%でした未治療群・基地療群で見ると、まあ、基地療群の方が18.2%と若干に多いですが優位差ありませんが 男女で比べると女性では約20%男性では6.1%で女性の方が多く統計学的にもピーチ0.026で有意差がありました、えー、大腿骨頸部ではまたさらに頻度が上がりまして全体で24.4%未治療群、治療群では触ってませんでしたが やはり女性のフェモラルネックの骨粗ト症は30%に達しまして、男性は約10%ですので、男性の3倍、ピーチも0.007でありました。この大腿骨頸部の骨密度、骨粗ト症の割合が多いということが一つあります。 そして、えー、当科ではあコスト少々を衰退の骨折の有無とか脆弱骨折の有無を含めて、まあ、コスト症々の診断基準に沿って評価しまして、まあ、必要であればあ治療をしておりますがあるいはあステロイド性骨粗ト症の場合はあステロイド性骨粗ト症の治療開始基準に従って、まあ、骨密度が正常でも必要であれば治療してるんですが まあ初診時には未治療群では7.8%がもともとコスト少々として治療されておりましたが、えー、評価後には52.4%ということで、まあ、非常にえー45%ぐらいの上乗せがありまして、えー、たまたまリウマチでかかったわけですけれども実際に調べてみると半数がコスト少々の治療も必要であったということであります。 基治療群は、まあ、すでに全員で36.4%がコスト少々治療されておったんですが、当課で評価し直すと 71.、71.4%が必要だということになりまして、やはりこちらも約35%程度を上乗せされているということで、しっかり病院にかかっていてもです、ね、コスト少々の必要な方が治療されてないという実情が分かりました。 でえー、コスト少々と診断された人としなされなかった人で、まあ、短辺量解析ですが、あー各箇所で、えーまあ、あいろいろなあ因子を、えー、統計学的に比較しましたが、こちらのところは腰椎なんですけれども、まあ、腰椎でコスト少々と診断された12例と、そうでない167例ですが、まあ、骨密度は当然、腰椎は、 こちらのほがパーセントやも高いんですが、まあ、そういった方は大腿骨やの骨密度も低いという。腰椎骨粗しょう症の人は大腿骨も低いと。そしてさまざまな因子の中で BMI が腰椎の骨密度が19.8%、骨粗しょう症群で19.8%、骨粗しょう症じゃなかった人は22.6%で優に低いということで、 やはり痩せ型で小柄な人っていうのは、腰椎の骨密度が低いということが分かりました。で大腿骨につきましては、あまあ、同じく大腿骨が、まあ、骨粗ト症だと、他の部位も骨粗ト症なんですが、年齢の因子が出てきまして、ートータルヒップやフェモラルネックが骨粗ト症の人は、 まあそうでない人に比べて優位に高齢であると。あとはあ女性の割合が高いということ。そして、えー、トータルヒップについたリ,リウマチの利病期間も長いということが分かりました。そして、えー、コスト少々の治療を既にしてたかどうかでいうと、まあ、してた人はあ、まあ、非,非コスト少々に多く、まあ、こちらちょっと黄色の色ついてませんが、 あ大腿骨警備も同様に優位に、えー、高いということで、骨、ま、粗、あ、ト少々の治療をしてきてもらってた人は、あこういった大腿骨の骨密度が、まあ、高い傾向にあったということで、やはり、まあ、しっかり治療することが必要なのかなと思います。結果のまとめと考察ですが、まあ、コスト少症率では、まあ、男性よりも女性、コスト率は男性よりも女性に効率で、 まあ腰痛よりも大腿骨より効率だったし、中でも大腿骨頸部の骨粗ト症率が高かったと。まあ、日本骨対謝学会による原発性骨粗ト症の診断基準では以下、えー、の記載があります。まあ、骨密度は原則として腰痛または大腿骨筋部骨密度とする。また複数部位で測定した場合には、より低いパーセントまた標準偏差値、まあ、T スコアを 採用することとすると、えー。腰椎においては L1L4、または L2L4 と基準値にすると。当下では L2L4 をやっていますが、ただし高齢者によって、脊、まあ、椎,椎変形などで腰椎の骨密度の測定が困難な場合は、大腿骨筋骨密度として、大腿骨筋骨密度には頸部と、まあ、トータルヒップがあると書いてあります。まあ、あですので、まあ、この腰椎、 トータルヒップそしてフェムラルネック3つとも重要ですが大腿骨頸部 BMD が特に頻度が高かったのでこういった RA の方ではそこにしっかり目を向けておく必要があるとで、まあ、そういった方では腰椎も低いということもあります。 コスト少々治療介入率で、等価評価後に、まあ、未治療群では52.4%ということで、まあ、やはりかなり効率ですので、えー、まあふらりと来たリウマチ患者さんにおいては、まあ、コスト少々評価は必須ではないかなと思います。RA の基治療群では、等価受診前が36.4%でしたが、等価評価後は71.4%で、 まあやはり、えーまあ、コスト少子は無症状で、治療者や患者の双方がやや関心が薄いことが問題ではないかなということであります。えーまあるいは長期にわたって治療を継続する必要があるので、RA 治療担当医師は RA のみでなくコスト少子を含めた合併症に目を向かなければならないと。まあ、必要があれば専門高にコンサルトが必要であると。まあ、コスト少子については、 特別な治療技術は必要ではないので、まあ、きちんと評価して、きめの細かい投薬が重要で、まあ、あるいは診療する医師が、まあ、コスト少々も診療することが望ましいと考えております。えー、YouTube チャンネル、現在296人の登録者があります、まあ。こういったコスト少々に関する講演、研究も発表しております。チャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。 ご視聴ありがとうございました。